はい、どうもということで、これでおそらく始まっていると思われます。始まってますか？これ始まってると思います。今の映像音出てた？あ、出てなかったですか？音、あれちょっともう俺聞こえなかったんだけど。あー、本当ですか。まあでもね、あのちょっとオープニングの映像をちょっと流したらいいんじゃないかというアドバイス受けまして、今回も始まりました、はい。ね、このカムカムのチャンネルですけれども、はいはい、もう一回説明しますと、はい、10月31日から次のね公演が予定されております。タイトル3374、というものなんですけれども、はい、まああの前回もお話ししました通り、まあ、コロナもございますし、はい、何かと不安要素があって、はい、でまあ前の7月よりはマシだけれども、まあどうなるか分かんないなっていうようなことはいっぱいあるんですよね、うん。なので、はい、この作っていく過程をね、こういうふうに皆さんと共有しながら、万が一これもなんか変なことになってもね、過程がしっかりあれば、はい、なんかあのやったなってなると思いましてね、あの異例のことですけれども、この1個の公演ができるまでの流れをですね、稽古が始まる前から、うん、ちょっとこうやってお伝えしていこうかなという企画でございます、はい。第2回、結構反響ありましたよ第1回。あ、本当に？本当に結構反響ありまして、うん、あのまあ、演劇関係者、僕の周りの演劇関係者からも、うん、結構注目して、うん、第2回いつあんのみたいな話をしたんで、これちょっと、うん、ここでご相談ですけど、タイトルがなんか決まってねえなっていうので、うん、なんかこう宣伝しづらいなとかいうのがあるっていうようなことが一つあって、あ、そうね、なんか前もしもよければ、うん、まあ、今度ゲストで出てくださる清水博さんも今 YouTube で、うん、屋根裏のオレンジっていうね、あ、そういうね、そういうなんかちょっとタイトル的なものが、ね、うん、あれだなっていう、ね、ちょっと考えなきゃね。そうですね。だからまあ、もしも、この、配信見てる方で、うん、なんかまあ、チャットでね、コメントとかもリアルタイムでいただけるので、うん、なんかこんなタイトルいいんじゃないかみたいなのがあったら、そうだね、うん、で、まあ、うまくいけばまたこの次の声が終わってからもね、なんかこういうふうにしてなんかこう一緒に作っていく感じ、これ試みですから。なるほど、うん、なんかそういう長期スパンでもタイトル書いてもらえば、はいはいはい、今、はい、あっつったのは何？いやこれで大丈夫です。気になるから、はい、その技術的なことがね、我々心もとないので、ね。これ大丈夫なのかな？ちょっと待ってくださいね。うん、もしかしたらこれ限定公開になってる可能性がありますね。ちょっと修正してください。そうだね、俺の携帯でも出ないんだよね。ああ、なるほど。ちょっとこれで、うん、公開に、今ですね、僕のツイッターで、お知らせした URL から入ってきた方は、うん、多分見れると思うんですけれど、あれでもそのこのチャンネルを登録して、あ、今出ました、今出ましたね、はい、なるほど、4人しか聞いてないよ。じゃあこっからですよ。こっからもう一回改めましょうか。知恵蔵さん、こんばんは、ありがとうございます。すみません、我々のね、ミスでですね、すいません、申し訳ございません。オープニング映像とかもあったんですけどね、ここからもう一回仕切り直すということでね。申し訳ございません、ちょっと慣れないもので、はい、ちょっと手探りながら やらせてもらってます。はい、もう一回、最初から、すいません、松村さん、やりますけれども、まあ、前回お話しした通りですね、はい、コロナもございましてですね、この、まあ、いつもと同じ感じで、その10月31日に予定されている337拍子という次回公演、はい、取り組んではいるんですけれども、はい、うん、あ、3、そうです、337拍子、はい、間違っちゃう、はい、やっぱりいろんな、もうコロナとか劇場もね、いろいろ事情がありますから、はい、まあどうなるかわからないで、まあこのどうなるかわからないってことでね、その万が一中止とか、まあ中止っていうのは最悪ですけれども、そのなんかワンステージぐらいできないとか、まあ、いろいろキャストがなんかね、出れなくなる人がいるとか、いろんなこと起こってくると思うんです、これからね。だからまあ、それをこう、まあ、
共有して、それも演劇的な事件であるっていうようにしていくような考え方ってどんなもんだろうっていうのがこの始まりでね、うんうん、まあだからまあと今のところ特殊な作り方をしてなくていつものスケジューリングでやってますけれども、その、はい、まあ一本の芝居ができるまでっていうドキュメントをですね、まあここでこういうふうに語るという形で共有していければなというふうにですね思っております。だからもう本当に、まあ、万が一の何かその稽古の中で感染がどうのこうのって話になった時も、うん、それもリアルタイムで伝えるまあ、そうですね、まあ、その変更とかあった時にね、はい、前も言ったかもしれないけど、その今僕らが7月に公演した時はなかったんですけど、今はなんとなくですね PCR 検査をやらないとダメっていう風に演劇界はなってるんですよね。で高いんですけど、やっぱりそれをやらないとなんか道義的にどうなんだみたいな、まあ、これも考え方が、じゃあそのちっちゃい規模の劇団とかさ、お金出せないですからね、まあうまく女性とかでね出せるように算段できるとこはいいんだけど、うん、いろいろ考えものではあるんですが、そういう流れもあるので、うちも今回まあ1回が限度だと思うんですが、まあ、稽古始まるときにやろうかなと思ってるんですけど、まあ、そういうことで巷では、まあ、その検査一発でそのこの人は出れないとかですね、稽古止まったりとかよく聞くんですよ今、はい、感染者自体は、まあ、東京都の発表とか進出するとしたらちょっと減り気味なんですけれども、依然として、ね、はい、演劇界中止になっただのなんだのいろいろ聞きます。ちゃんとやってるとこもいっぱい出てきました、うん、だけどまあ何が起こるか分かんないってことをこうもう不安なままね、弱い立場としてなんかビクビクしながらやるのもあれだから、まあこの過程も演劇だぞっていうような、もう何でも演劇って言いますから、演劇っていうのは過程も演劇だぞってとこをね、ちょっとこの今流行りの YouTube、 今流行りっていうかみんなねやってるじゃないですか、いろいろ。そうですね、はい、家に閉じこもって何もやることないからインスタライブとかみんな始めてるじゃないですか、まあ、そういうノリで、まあ、僕がっていうよりまた随時劇団いろいろ出てくると思いますけど、そうですね、はい、ちょっとやってみようかなと。今この始まりの段階で公演に関して動いてるのがほぼ俺だけっていう、作家である俺だけっていう状態でしばらく僕なのかなっていう感じはあるんですけれどもね、はいはい、ということでやっております第2回です。はい、で、まあ、第1回の反響の話をしてたんだよね。はい、そうです、うん、割と演劇関係者中心にね結構やっぱり、うん、注目してくださってるみたいで、うん、こうやってなので、で、うん、ね、まだチャットの方はね、うん、こんばんはっていう知恵蔵さん、ゆうちょうさん、つくだちゃん、あれさん、どうもこんばんはということで、今日は俺も見れてますか。あ、はい、そうなんですね、はい、見れてますからね、はい、で、なんかね、早速なんですけど、今現在 の、うん、その進行状況を伝えていく番組ということで、はい、まあ、はい、前回から1週間ぐらい経ったのかな、1週間経ってないか、そうですね、うん、前回の前の日に書き出しましたっていうこと、はい、台本を2日目でしたね、うん、はい、でまあ以後書いてます、ちょっとずつですけどね、でまあいろいろ苦悩もしながら進んでますけれども、まあ、その書いてる以外に、美術打ち合わせというのがありました。第1回の美術打ち合わせ、はいはいはい、あ、なるほど。ただね第1回ですからそんなに何も決まってないんですけどね、その美術打ち合わせって多分ね僕が想像するに、僕は美術打ち合わせに同席するってまあ役者は普通同席しませんから、よそに関わった時に演出だったら僕流にやるわけだから、その援助っていうもの何回かしたことあるからその時ですけど、はいはい、やっぱり演出家によってだいぶ違うんですよ、美術打ち合わせってものの比重っていうかやり方とかね、はい、うん、で僕の印象だと結構美術ってものについて演出とか作家が言うっていうか、こういう感じで考えてるみたいなことを結構言うっていうイメージがあるんですよ、美術デザイナーの人にね、美術のそのプランナーの人にね、はい、ところが僕は
苦手なんですよ、あの絵とか。まあ絵とか下手っていうか、やっぱり下手ではないですけどね。そうなんです、下手ではないんです。その僕は実際人生で唯一賞をもらったことがあるのは小学校の時に描いた絵です。知らないですけど、これがあの市で入選しましたから。あ、そうなんですね。それはなんか牛の絵をスケッチしたらピカソみたいな牛だってことで天才ではないかってことで、あの入試をしたんですけど。なるほど。だから模写っていうよりもなんか芸術よりのっていう、そのいわゆるリアルな絵っていうのはすごい苦手だから、はいはいはい、絵心はない。だからそのあんまり美術心はないって自分で思ってるんですよね。だからそこはあの助けてもらわないとっていうのがいつもあって、はい、僕はだからあんまり衣装のとかもそうなんですけど、衣装の色とかなんか俺が口出ししない方がいいって思うぐらい自分のセンスはあんまり持ってないんですよね。でも逆のタイプの演出家さんの方が多いのではないかと思います。あの美術デザインを同時にされる演出の人って多いから、はい、衣装とかもデザインする人も多いから、なんかそういう演出家さん多い中で僕はそういうとこ苦手なんですよね。それで僕はもう美術のプランナーさんに丸投げなんですよ。はい。で、はい、今回は、今回はっていうか、もう、カムカムは、しばらくずっと中根さんっていう、中根さとこさんですね。中根さとこさんにお願いしてます。はい、まあ、何人かの人の時代が、時代って言うとあれですけど、あって、まあ、どっかで、まあ、ちょっともういつからか覚えてないですけど、どっかで中根さんとプロデュース公演かなんかでご一緒する機会があり、まあ相性が合うというか、うん、なんかいいなと思ってやっていただいてます。でその時にね、そのまあ今本番の2ヶ月前、稽古始まる1ヶ月前ぐらいですけど、まあこのぐらいに美術っていうのは考え始めないと、その稽古場にある程度そのセット組まないとダメですからね。その発注とかありますから。で大体その時には台本はできてないんですよ、うちの場合。でその何にもない状態、チラシも何にもない状態で考えてもらうっていうのがスタンダードなんです、うちでは。で最初の美打ちっていうのは、とにかく僕が中根さんに対してどういうあらすじにしようとしてるかっていうことを演説する会なんですよね。ああ、そうなんですね。なるほど。そうなんです。で、その時に、まあ、今回なんか割と進んでますけれども、この、こうなって、こんなシーンがあってとか、最後はこう、海になるんだとか、まあ、その程度の漠然とした、なんなかったりするの、そう言ったことはなんなかったりするんですけど、そういうことを説明しながら自分でもいろいろ思いついていくっていう。これチラシもそうなんですよ。チラシもそのフライヤーデザインもご自分でされる方結構多いんですけど、僕はやっぱりお任せであったりするんだけど、そこでやっぱりストーリーとか説明するっていうのが、今回の場合はそれは7月の末ぐらいにあったんですけどね、そういう会合がね、はい、プランナーの皆さんに自分で説明しながら自分のその自分から出てくるものを確認するっていうようなとこから始まるっていう。だから美術打ち合わせ第1回目があったんですけど、まあ、僕が単純に説明した、分かりました、じゃあ考えてみますってことで終わったんですね、はい、なんでご報告することがないんですけど。いやいや、でもなんか中根さんとか、あとチラシのデザインしてくださってる山下さんとかに話聞くと、やっぱりそういう松間さんはそういうスタンスでいてくれてるんで、逆にこう中根さんとか山下さんはいろいろこう普段できないことをチャレンジできる場でもあるっていうので、割とカムカムはすごく毎回楽しみに、そう、それでもうその10年以上ね、やっても20年近くやってると思うので、もうカムカムの芝居がどういうものであってっていう、演出でどういうふうに仕上がっていくかもう十分分かってもらってるので、もうとにかくその
こんな具体的なものがあったら困るでしょうとか、そのいろんなシーンになりますからね、カムカムっていうの。あとその道具を取り出す穴とか、小道具がいっぱいあるってことはもうね、前提だから、道具を捨てるとか、下から出てきた方がいいでしょとか、もうそういうのも言わなくても分かってもらってるんで、うん、まあ今回鈴なり、ある、まあちょっと割とちっちゃいですからね、どの程度なるか分かんないけど、抽象セットなんですよ、カムカムは。その、どうなるか分かんないから、時空超えるし、いろんなシーンになるから、もうセット転換できないから、見立てで作るっていう、だからまあ、それをうまく抽象的なのを中根さんがやってくれると。で、今回はね、ちょっと一つ僕から注文したのはね、コロナ関連なんですけど、はい、やっぱ鈴なりの楽屋が狭いじゃない、はい、で今回17人出るのかな、そうですね、うん、でまあこの部屋に何人入ってこの部屋に何人入ってっていう、もうまあなんていうかな、 こんな言い方をするとあれなんだ、言い訳なんだけどね、何かがあった時のその6畳の部屋に3人だろうが2人だろうが4人だろうが映る要素あったら映るんだけど、ウイルスは。だけどやっぱりそこに5人もいたのとかなるとね、やっぱりダメだなって思ってて、やっぱりそのアリバイみたいなのを なんていうか説明できるこう安全対策を作んなきゃいけないっていうので、まあもちろん奈落のスタッフ部屋とか受付も半分にして楽屋にしたりとか、いろいろまあ裏筋でもね、いろいろ工夫してやってましたからね、うん、で今回はその舞台そのものにまあどんちょうというか、一番前に幕をつけてもらって、はい、開演の時は閉まってて、あの南河内万歳一座みたいに幕が閉まってて、はいはい、っていうことからスタートすれば、あの舞台でスタンバイできるなっていう、あ3人ぐらい舞台で化粧とかできるなっていうことで、楽屋使わずとも舞台上で、うん、あるいは化粧終わった人が待つのが舞台上でもいいのかなっていう交代したんですね。ということで、人をこう何分からは舞台上にちょっといてくださいとかいうことができるように幕を作りましょうっていうのはちょっと提案して、なるほど、そうなんです。あの南河内万歳一座っていう劇団があって、うん、その劇団はその開演前にどんちょうをね、そう、絶対閉まってるお決まりのね、どんちょうがあったりするんですね、うん、そういう幕を、まあ芝居小屋って感じになりますからね。そうですね。で今回はその幕末の志士たちが芝居をやるっていう芝居だから、ああまあその雰囲気もあるのかなっていうような感じで、で終わっても終演しても閉めちゃって、そこにちょっとしばらく待ってたりしたら、その準備をね一人ずつやっていくみたいな、混雑するでしょ、終わった後が一番、はいはい、っていうような計画を立ててんのは今回は特殊ですね。あ、うん、これは新しいかもしれないですね。だから本当は鈴なりで、まあ、今やってる、ね、この最近やった人たち何人出ててどうしてたんだろうっていうのはちょっと聞きたいぐらいなんですけどね、うんうん、やっぱりうちは多いのかな、17人っていうのはやっぱ、うん、多いんじゃないですかね。僕が知ってるのでは、まあ、だいぶ前になりますけど、新ロイヤル大衆車、いやあれは4人でしょ、ね、4人で、うん、でも梁山泊とかがやってたんだよね、見てないんだけど、あ万有引力さんとかもやってたから、その多いんじゃないかなと思ったりして、はいはいはい、うん、まあまあでもまあそれはまあね、予想がどうだからいいってわけじゃなくて、自分たちの中でね安心できるその安全のその構図みたいなものを、はいはいはい、まあ安心できるっていうか、安心してもらうための外へ対する、ここがもう本当我々演劇人歯がゆいんですよ、うん、その実際これなら安全だろうっていうことよりも、これだと安全だって言えるねっていうようなことを探らないといけないっていうのが、うん、そのなんか対象がはっきりしない相手に対してのエクスキューズみたいなものを、それが必死に考えるみたいなことになってて、で印象としてはしっかり対策やってたねってなればいいみたいなところがあって、その PCR も含めてね、まあなかなか
そこをね、ちょっと突破したいんだけど、今はね、ちょっと それぞれの劇団で、なんかそういう工夫していくしかない状態なのかなっていうのが、今回特殊なね、状態ですよね。まあ、でもだから、割とそういった意味では、他の劇団とか劇場とかで、どんなことやってるのかみたいなものは、結構気になったりしますけども。うんうん、そうだね、なんか僕、鈴なりがだから行ってないんですよ。まあ、あと、他いろいろ行ってんですけどね。うん、やっぱりその最近ホンダに行きました、あの角田、角田、はい、まあホンダはもう、まあ、角田ホンダは完璧なっていうか、うん、客席の一席空けてさらに仕切りがあったからね、ありましたね、僕も、うん、あの清水さんの、ディスタンスっていう、あの、うん、一人芝居見に行った時に確かにこう、うん、もう仕切りみたいなのがありましたね、うん、でもね、あんだけ距離あってね、なんか僕はいらないんじゃないって思うと、まあそれはもう今後ね、それをなんかそうしていこうっていうよりは、もうもはやさ、その今一席空けてるでしょ、でこれ、ね、はい、一席空けてる必要がないんじゃないですかっていう主張をどっかの団体がしましたよね、外国かな、日本だって、なんか昨日かぐらいのニュース、はい、で、そのやっぱりその話にそろそろなってくる、みんなだって黙って前向いてて、うん、客席その一席話してる意味あんのかなっていうのはすごいあるので、うん、ひょっとしたらね、それ改善されてくるかもしれない、俺らが本番する頃に、あ、いいんじゃないっていう話になってくるかもしれないっていう、そういうちょっとほのかに期待してるんですけどね、うん、確かにね、この今知恵蔵さんも今客席で定員2分の1にする、うん、いつまで続くんでしょうか、そうそうそう、もしかしたら、うん、あの研究者というかね、教授みたいな人でもそれは効果がないんだって言ってる人もいるし、今だからどっかの業界が、どこの音楽業界かな、映画業界かな、ちょっと忘れちゃったんだけど、そのもう別しなくていいんじゃないですかって言い出したから、多分これから議論になってくると思うんだよね。で、俺たちが心配してるのは、そのまあ、前も言いましたけど、僕はもう舞台から客席に感染するっていうことはないと思うんですよね、うん、だからその舞台上の人たち同士っていうところのエクスキューズ作らなきゃいけないっていうのがあって、それをどうしてるの、だからね、角田はね、角田見に行ったか、角田の話しますと、あのパンフレットをこれから見に行く方ね、パンフレット買っていただくと、僕対談に参加してるんです、桑原と僕とモノの土田さん3人でね、そのコロナの時、はい、でその時にね、やっぱ桑原もそのこれ8月の最初の頃に収録したんですけど、あのなんかおにぎりをね食べながらね喋るシーンがあって、米飛ばしながら、はい、その菜園だからもともとね、そういうシーンがあって、でこれやっぱり感染はこういう状態でやっちゃいけないのかなみたいな議論になって、むしろやらないとダメだろう、それはそれ大事なシーンだからっていう話になってね、やってましたよ、もうエリさん、渡辺エリさん扮する役がもうバンバン飛ばしまくってましたけどね、なるほど、うん、でもまあそれについて別にとやかく言う人もいないと思いますね、今は、うん、もはやね、うん、だからまあだん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 、まあそんなこと言ってもしょうがないんだみたいなことにもなってきてるし、うん、でもやっぱりかかる人はかかるから、結構身近な人もなんか検査で引っかかったって人も出てきましたから、まあ油断はできないんだけど、うん、まあね、難しいとこですね、まあ、あんま過度に恐れずにやっぱり芝居しっかり作っていくってことですな、それをまあ今回はやるっていうことでね。で、まあ、なんかあってもこの番組でネタになるっていう。ネタっていうか、ね、そういうエクスキューズですよね。情報は伝えられますからね。うん、だからまあ、なんだろうね、一石飛ばしがなくなって、はい、まあ、僕らは多分喜ぶけど、お客さんサイドだよね。そうですね、お客さんサイドが、うわ、それだったらちょっとまだ行かないでおこうかなっていう時間がある、結構あるかもね、うん、でも今のうちぐらいから動いておいてくれれば、なんか、うん、ゆうちょんさんがね、大阪がもうすでに
少し動いてるみたいですみたいな。で大沢の関西のね、あの京大の教授が主張してるから、でも多分大阪は何も動いてないと思います、言ってるだけで。そうですね、なるほど。そういう人たちでしょ、大阪の政治家。だから多分何も動いてないと思いますけど、その主張してる人が京都大学の人だから、あそうなんです、ね、多分それであの辺と結託して言ってるんだと思うけど、うん、まあ大手ですよね、大きな商業とかからそういう風にしていく、パルコとかね、東宝とかね、なんかそういうのがどう判断して、宝塚とかね、うん、だと思いますけれどもね。まあでも、まあ、僕ら今予算はその一石飛ばしで、はい、半分以下ですよね、だから前も開けるから。そうですね、はい、でまあ配信をやってなんとか死なない程度にっていうことでは作ってます。で配信の時はなんかアフタートークとかもつけてっていうね、遠くのやっぱ東京に来る人が怖い人いるからね、これもな、でもこれもなっていう、なんかね、僕はもう奈良での仕事が再開されるようになりました。奈良県で、ね、市民劇団やってるけど、まあ、仕事だったら東京から移動してもいいって一応公式発表になってるわけですよね。だけども別にそれなのなっていう感じで。そうですね、だからそれで危険が、それによって危険度が変わるってことはないですからね。なんかだからいろいろね、更新していってほしいなと思いますよ、対策みたいなものもね。あんまり変に楽観されてもあれだけどもね。なんかだから僕はサザンシアターでブルースカイさんが演出した、はいはいはい、舞台見に行って、結構ニュースでも話題になってましたけど、出演者全員がこうやっぱマスクをして、透明なマスクですけど、やるっていう演劇見ましたけど、でもまあそれはまあ逆手に撮ってるんだよな。そうですね、それ深刻の芝居でも7月ぐらいやってたやつもそうだったけど、まあそれはいいと思うんですよ、それを逆手に取ってっていうのは。でもまあそれはそれとして、通常のライブを再開しなきゃいけないからっていうのがやっぱりあるから、まあまあね、うだうだ言っててもしょうがないんだけど、やっぱり主張もしていかないと、こういうところで喋るのも大事でね、なんか世論に訴えていかないといけないし、なんか、まあでも10月末までにある程度動くところもあるかもしれないなという期待はしてますね。はいはい、はい、ぜひともね、じゃあ見ていただきたいなということで、はい、で本ちょっと本のね進行状況のことちょっと話して、はいはい、これは気になっていると思いますよ。すごい書き進んでるんですよ、あら毎日、うん、ただねただですね、はい、その前もちょっと話したんですけど、幕末に登場する人が、はい、その三銃士というフランスのこの傑作小説をお芝居にしようとする話っていうので、はい、まずその幕末のその登場人物の構図をまず伝えなきゃいけないじゃん、お客さんに。はい、そうですね。で、その人たちがどういう人か分かってから三銃士の話にが混ざっていくわけじゃない。はい、で、やっと三銃士の話になったんだけど、それまでのことがえらいやっぱり枚数がかかってるんですよ。で、やっと三銃士にスライドしてきて、で三銃士っていうのはこの前も話したんですけど、全11巻びっしりあるんですね。で、そのうちの僕の計画では1巻2巻がパート1なんです、三銃士、はい、1巻2巻までを演劇としてやるっていうところが1幕っていう風に思っていて、で、うん、3巻から11巻までのストーリーは幕末の史実として昇華されるっていう、似たようなことがあるので、実際、あ、なるほど、うん、はい、っていうような話としてその作ろうとしてたんだよね。で、はい、今三銃士の話に入って、やっとで、そのやっとその主人公ダルタニアンと3人の銃士、この実質4銃士なんですよね。で、4人がやっと仲間になったところで、もう相当な量なんです。だってそこからもう相当な量になって、そこからのストーリーがまだあるわけですよね。まだまだあるんですけど、それがメインですよね。で、そのそっから出てくる人が多いんですよ。
その後。だから今相当な、普通にやったら1時間ぐらい分行ってるのに半分も出てきてない。わあ、すごいな。っていうことでやべえなっていう感じです。いやいや、でもまあ、すごく、でそこから要はとりあえず完成したものを削っていくって作業になる。まあそうなるんだけれども、はい、なんかね、そう計画、何せ計画的にやってませんから、こういうシーンがあって、はい、こういうシーンがあってってね、フローチャート、はい、そういうのを書く作家さんって結構いると思うんですけど、僕、そうですね、20年ぐらい前はそうしてたんですよ。はい、その最初から最後までこの人物がこうなってこうなってみたいな。でもね、どっかでね、やっぱりその方法が良くないんだって思い始めて、なんか大まかなことで書き始めて、あとは、まあ、こんなこと言うとオカルトなんだけど、なんか憑依するっていうか、なんかトランス状態でわーって思いもよらぬ方に流れていくっていう方法を取ってるんですね、はい、それで奇跡的に最後まで行くっていう方法を取ってるんですけど、うん、こういう今回みたいになることあるんですよ、たまに。その方法でやってると長いぞこれっていうことにね、うん、ちょっとまあそれの戦いですね。それ今後どうなるのかで、書いても書いても話が進展しないっていうか、文字にはしてんだけど、はい、でなんせみんな出て、亀とか出てきてないですから、まだ。まあ、ここから書き換えるかもしれないですよね。まあ、書き換えるかもしれないんだけど。でね、鈴なりだから、やっぱり、まあ、2幕にするのは、換気のためです。ああ、なるほど。これは、しょうがない。はい、ちょっと、まあ、窓とか開けてっていうのを作んないといけないから。はい、でも、そんな長いので、ね、やっぱり、いっそもそんなに長時間育てられないから。まあやっぱり2時間半ぐらいその休憩込みでねが限界だと思うんですけどもね、はい、なんかそれをなんとか課題ですね、そこがね、うん、そうですね。修造さんも最近の舞台どこも上演時間2時間ぐらいですよね、うん、でもどこもやっぱり休憩入れてますよね。休憩は入れてますね、うん、確かに。ホンダも入れてたな、いらないんじゃないかと思ったけど、うん、なんか大きい劇場はちゃんと換気システムがしてる、ちゃんとしてるから、はい、10分に1回ぐらいで空気全部入れ替わるらしいんですよ、映画館とか。でもそれをうまく伝えることができないから、はい、エクスキューズで換気時間取るんだって。あ、なるほど、もう目に見えて分かるようになる。僕らサルメのリレーもそうでしたよね。あそこは換気しっかりできてるからしなくていいって言われたんだけど、はい、うん、なんかやっぱり印象で、なんかそれが多いんですよね今演技、何かこう印象で批判されないようにみたいなね、うん、ことでね、まあそういう感じでね、まあ、幕末ってところでね、なんかこだわってやってると長くなってはいるんですけど、でもね今、まあ、もうちょっと長くなってきたから短く終わりますけれどもね、はい、今ねベラルーシのニュースやってて、ああ、ベラルーシって今大統領が独裁しててさ、で、はい、今日ね反対派の結構女優さんみたいな政治家の人が拉致されたんだよね、あからさまに。なんかそういうニュースやってて、で、はい、そのなんか女性の党みたいなのが団結して、その反政府運動、選挙は不法地帯だったとか主張してデモとか組織してんだけど、みんな国外へ逃亡したり監禁されたりしてるらしい。もうめちゃめちゃなんですけどね。でそれがなんで生き残ってるかっていうと、ロシアのプーチンが支援してるからなんですよ。でロシアのプーチンはベラルーシがうまくその民主化されちゃうとプーチンの方に反対派が来るから、それを恐れてるらしいんだけどね。それこれなんでこういう話をしたかというとですね、はい、そのロシアってすごく、なんていうかな、今もそんなことを、なんていうのかな、独裁とか、あからさまに拉致、あと、毒を持ったでしょ、ロシアで。反対戦派の、はいはい、今日その人のこともやってた。毒を盛るとかさ、いまだにやってんだよね。で、幕末も不自然な死が連続するんですよね、将軍家と天皇家に。将軍家茂とか孔明天皇とか将軍家定とか突然若くして死ぬっていうのが、まあなんか毒殺の疑いがあったりするんですよ。
そういうことをちょっと連想したりしたときに、なんかそのロシアのね、ゴルバチョフから革命になりましたよね。あのソ連からロシアに民主化になって、ベルリンの壁崩壊になったんだけど、その僕最近見たドラマ、アメリカじゃイギリスのチェルノブイリっていうのがあってね、チェルノブイリ事故のことを短いシリーズものとして作ったものすごい優れた作品があるんですよ。ぜひ見てほしいんですけど、皆さんチェルノブイリの事故の真相をドラマ仕立てでやってるんだけど、もうその事故そのものが、なんかそのソ連とか、要は嘘ついたりとか黙ってたりとか、いい加減な報告をしてたりとか、なんかそんなことばっかりなわけ。その昇進を気にしてたりして変なこと言うとか、その大きな歯車が噛み合って、チェルノブイリ事故ってものすごく大きい事故になって、人を大量に死んで、でそれがきっかけで、ゴルバチョフはそれがきっかけで多分ソ連が崩壊したのかもしれないって最後に言うんですけど、もう多分まさにそうなんですよね。でそれで東西冷戦が終わって、ロシアみたいな、プーチンみたいな、エリツィン、プーチンって出てきてねっていうような流れが、幕末も似ていて、幕末もなんかね、調べれば調べるほどね、なんていうかな、ソ連で言ってゴルバチョフがどうこうしたからとかじゃなくて、幕末も最後高森がどうこうしたからとかじゃなくて、なんかあるはずなんだよ、チェルノブイリ事件みたいなことが。このことから全体的な人々の意識が変わっていったんだな、そこがね、わからないんですよ今。その幕末の時代にそういうチェルノブイリみたいなのも起きてるはずなんだけど、それがわからない。そうチェルノブイリみたいな決定的な崩壊、決定的な、このままじゃダメなんだってあらゆる人が思う、それは多分誰か英雄の登場とかじゃなくて何かの事件なんですよ。で幕末絵じゃないかとかがあって、絵じゃないかって町中でもう誰に止められようが飲み込んでいく、そのもう白く塗ってね、絵じゃないかって通り過ぎていくような運動が起こったりしたんだけど、多分そういうのが起こる前に何かね、決定的な、そのどこかで事件があった気がするんだ、そのペリー来航とかではなくて、なんか それがね、ちょっと僕は今分かんなくていろいろ勉強してんだけど、なんか全部そういうとこができた流れに乗っかっていった人たちで幕末って動いてるんですよね。だからなんかその根っこにあった何かこう衝動みたいなものが生まれてくるところっていうのに、なんかこうね、この3370種も肉薄できればいいなっていうふうに思っております。ただね、3370章物語はもう幕末がだいぶ進んだところからスタートなんですよ、はいはいはい、もうその要するにフランスと交流とかしだしてからだから、うん、だからちょっとどこまでそういうことに迫れるかわからないけど、まあ、もうちょっといろいろ勉強して、なんかあるんだろうなっていう、そのなんか今の日本においてバーンと爆発しないのは それがまだないっていうことなんだろうなっていうようなことを思ったりねして、そういうことを考えつつ今毎日書いているというのが今日の報告でございました。 ありがとうございます、はい、じゃあちょっとね、うん、もう30分過ぎてるってことで、はい、別に特に決まりはないんですけれども、うん、今後の予定みたいなのなんかざっくり話せる、今後ちょっとこういうスケジュール予定してますよですと か、 なんかじゃあまあ公式なものとしては15日に、はい、もうちょっと詳しい情報が出ます。地方の場所とか、ね、タイムスケジュールとか、はいはいはい、でもフライヤーというかビジュアルは間に合わないみたいですね、15日にはね。ああそうなんですね、うん、ただ詳細情報はあとチケットのこととか、それは15日に情報として出るよっていうのが動きで、あとは別個で動いてるんで、俺は把握してない物販班が、そうですね、うん、なんか進めてるはずです、T シャツとか、はい、そうなんです、うん、なのでまあその辺がおそらくまあ近々のうちの劇団のスケジュールになってくると思うので、そうですね、で9月の最後の週ぐらいから稽古が始まる予定になって、そうですね、あもう間もなくですよね、まあ、間もなくです、まあそれまでに今度はどういう美術、
こういう案でどうでしょうっていう美術打ち合わせがあり、はい、っていう、まあ、公式にはそんなもんだね。そんで俺があとは、まあ、書いていく中でいろんな自分の中での事件がありっていうような、はいはい、だから別にこれ俺ばっかりやんなくていいわけだからさ、そのそ、ね、役者がさ出てきてなんか不安だねとかいうやつとかやればいいんじゃない？全然そういうのも、うん、今金を貯めてますとかね、そういう人実際多いだろうから、うん、そういうのもやっていきましょう。だからもう本当に劇団員たちがこの時期に何をやっていく、松村さんが台本書いて、そうそうそう、身内とかやってる中、みんな金を貯めてるんだろうけどね。いやいや、そんな、そんなリアルな話しなくていいんですけど、ね、リアルな話はしなくていいんですけども、うん、まあ、こうやでもね、ね、もしかしたら体作ってるとかさ。あ、ありますね。すみません。大丈夫です。なんかそういうね、この、こういう試みをしてますとかいう人がいるかもしれないし、はいはいはい、そうですよ ね, ね、うんうん、なかなかね、前もって何かをやるっていうのは難しいんだよね。やっぱ台本が上がらないとね、はい、何もっていうのがあって、うん、だ今回だからもしかしたら歌があるのかもしれないなっていうので、うん、なんかね、歌のレッスン行ったりしてる人ももしかしたらいるかもしれないし、いないんじゃないでもでもね、あの文化庁の助成金でね、あのレッスンとか受けた分があの補充される制度がありますからね、はいはい、今こそチャンスではあるんですよね、うんうん、そういうの利用してる人いるかもしれないね、うん、全然会ってもないからは知ら分かんないんだよな。そうですね、だからその辺ちょっと聞いてみる会みたいのも、うん、なんか ね, ちょっとこういう話じゃないかとか、私はどういう役なんじゃないかとかさ、まあ不毛な予想ですけどねじゃあそういう配信もね、だからもう稽古始まる前じゃないとできないんでね、ちょっとそうそう、だから僕はこれ、まあこれね、やっぱチャンネル登録とか増やしたじゃないですか、せっかくだから。そうですね、やるならね。いや、増えたんですよ本当に。あの前回ね、今でもかなり増えたんですよ。200人ぐらいでしょ今。はい、でもラッパ屋チャンネルさ、ね、ラッパ屋チャンネル400人ぐらい行ってたよ。行ってますね。まああれ凝ってるからなんだろうけどさ。そうですね、面白かった。ラジオコンテ、ラジオドラマも、うん、でも同じ感じでスタートしてるからさ、こっちも、なんかこっちはそういうのできないから、なんかね、頻繁にやっていった方がいいなと。その、で、俺と亀の顔ばっかりだとやっぱりさ。そうですね。こう飽きてくるから、なんか皆さんね、出て、ズームでせっかくできるんだからな。そう、なんか、まあ、あの、物販部のね、あの、うん、方での出演とかは、うん、あの、ちょっと考えたりはしてるので、まあ、それ以外にね。まあ、なんかこの、俺がいろいろ喋るときに何人かいてもいいと思うし、ちょっと絵面が変わった方がいいんじゃないかなっていうのは、若干ね、ちょっとあったりも。はい、まあ、まだね、あの、2回目ということで、ちょっと、うん、探り探りで、まあ、これからね、何のコンセプトもなくただ喋るだけだからね、はい、今どうですっていう近況報告ですから、はい、あ、うん、ゆうちょんさんが ようこさんなら小道具の予想個数ね、予想個数とかね、予想個数は不毛ですよこの予想は。まあ、うん、ね、まあ、毎回今までね、うん、今までいくつだったとかね、うん、まあそういうのはね、言えますからね。小道具を扱うコロナ対策とかね、いろいろありますよ、うん、ちょっとだから劇団員たちにもうちょっと出演していただく回も増やしたりしていきたいと思います。まあね、そうですね、僕がね、もうちょっと頻繁にやってもいいんだけど、なんか絵面がね、あれだね。わかりました。じゃあ今後は、ね、でも、もうちょっとしばらくこの今日のようななんか本の愚痴みたいなことは、まあ、また入れていきますけれども。わかりました。なので、まあ、ちょっとまた、あの、突然の、告知になる可能性もありますけれども、あの、ぜひとも SNS などチェックしていただければと思いますので。で、あ、剛さん、ありがとうございます。リツイート頑張りますということで、ありがとうございます。ぜひともリツイートしていただければと思います。チャンネル登録をお願いします、ね。そうですね、チャンネル登録も。で、あの、この配信も一応アーカイブで、残る予定ではおりますので、ぜひとも終わった後もね、あの、チェックしていただければと思いますので、よろしくお願いします。そうね。はい。じゃあ、そんなとこですか。
そうですね、今日はね。まあ、これでも45分やってる。そうなんですよ。なんかもう、結構30分ってすぐだね。すぐですね。うん、結構なんか人塊何か喋るともうこうなんだな。そうですね。だって今日もその、美打ちの話と、うん、あの、台本の話とっていうので、もうこの時間ですからね。そうですね。あ、はい、ゆうちょんさんも、ちえぞうさんも、宣伝、リツイート頑張りますということで、ありがとうございます。まあ、大体当日告知になりますから、ね。そうなんですね。当日告知でもうやるっていう。はい。ちょっと楽しみに。なるほど。ゆうちょんさんのお母様は、2人の声が心地よかったらしくて、寝息を立ててますということで、ちょうどいい頃かと思います。つまんねえんじゃん。いや、つまんないわけじゃないです。つまんなかった。心地よかったと、心地よかったということで。はい、でもちょうどいいんじゃないですか。時間も時間なんでね。そうなんですね。はい。はい、なのでまたあの SNS などチェックしていただければと思います、はい、とりあえずは15日、また新しく新情報が発表されますということなので、その前にまたやるかもしれない。あ、そうですね、それも、はい、もちろん計画しておりますので、はいはい、ぜひとも、はい、よろしくお願いしますということで、はい、じゃあ今回は、ね、配信終わりますので、これちょっとじゃあもう一回画像を消していただくっていうので一回私が、ね、そうですね、はい、お疲れ様でした、はい、ということで、皆様またありがとうございました。おやすみなさーい、はい、おやすみなさいませ。